こんにちは、せいげんです、この場所からということで久しぶりに万年筆ネタとなります。動画としては万年筆ネタは久しぶりなんですけど、私自身は、毎日万年筆に触れる機会があって、勉強系から、この辺にあるやつは万年筆を書くということで楽しんだりとかしてました。いろいろ使っていく上で、自分の好きな、ペン先、硬さとかもいろいろ分かってきましたけど、今回はちょっとそことは違ってですね、また万年筆系の、道具、を、購入したので、そちらを見てきてと思います。それがこちら、ちゃんとガレンレザーのペンケースです。で、確か前回も、ガレンレザーのペンケースだったんですけども、今回これを購入するにあたって前回購入したものは、手放しています。これが自分の中でちょっとベストっていうのがあったので、こちらを、購入したので、こちらを、見ていきたいと思います。はい、で、今回も、このガレンレザーのペンケースは、本家サイトで購入しています。で、またこんな感じの巾着袋のおまけがついてきました。中身は一緒でしたね。お茶系だったり、あとトルコのお守りですかね、ザ・エビル・アイ・チャーム。前回よりまして、ちょっと気持ち悪いやつが来ました。これはこれで嬉しいです。ということで、本題のガレンレザーのペンケース、私が購入したのはこちらになります。じゃんと。12本入りのケースとなります。で、早速、今回もですね、制作者の方の、ハンドクラフトレザーグッズ、2011年の9月7日に作られたもののようですね。で、感じのものはこちらになります。前回は、ジップ形式、チャック形式でこうやってたんですけども、今回はですね、一番使いやすい、私が、結構私の万年筆は綺麗なものが多くて、それを収納でも楽しめる、ケースがこちらになります。じゃんと。こんな感じで、12本差しになります。見えますかね。で、ここは磁石がついてて、簡単に開けたり閉めたりっていうことができます。で、このトレーは、こんな感じ、取り外せます。ということで、色はですね、私の好きなブルー、ネイビー、クレイジーブルー、クレイジー、なんでしたっけ、クレイジーホース、ちょっと名前が忘れた、色の名前を忘れちゃったんですけど、ネイビー色ですね、ブルー系、ちょっと分かりづらいかな、黒に見えちゃうかもしれないですね、動画上だと。ということで、早速、この12本差しに私の、お気に入りの、万年筆を、収納していきたいと思います。ちなみに今現在10本あります。書くのは今回は含んでいません。あくまで、コレクション、趣味のペン、万年筆に近いものっていうところで10本あるんですけども、それを収納していきたいと思います。まず一番好きな、ペリカンのバイブラントブルーですね。非常に綺麗な、マネージャーです。で、次こちら、ペリカンの、なんだっけ、どう忘れしました、オーシャンスワールです。これも、このバイブラントブルーと双璧をなすぐらい好きな、モデルで、綺麗な万年筆となっています。ちょっと分かりづらいかな。万年筆個別のものを、紹介はまた別動画でやる予定ではあるので、今回は単純にこの挿していきたいと思います。
で、これもペリカンの、605ブルー限定モデルだったはずです。これも刺しますと。で、初めて買ったペリカンの405ですね、ブルーです。これも縦縞のやつで、こちらもペリカン205の、スタールビーですね。で、こちらこれもペリカンの、蛍光ペンみたいなやつですね、イエローのやつ、205シリーズです。これも非常に気に入ってます。 BB これもこれが今一番、動画にしたいマネ室ではあります、ね。まあ、ちょっとずれるとこのぐらいにします。これ、私のマネ室の中で、まあ、美しさ部門みたいなところを、担当してるマネ室なんですけど、1,2,3,4,5,6本こんな感じで収まってます。半分です。で、ここからは、実用ベースかつ、高性能、自分の用途にぴったり合うっていうマネ室たちになります。これも次、これ、セーラーのブラックラスターですね。黒を入れてます。これが本当に EF で、多分今自分の中でベストに近い、まあ、書き心地とか細さとか好みに近い、あと重心が、良くてですね、まあ、これも細かい話はまた動画にしたいなと思ってるので、これでしますけど、ブラックラスター実用 と、性能が素晴らしいマネ室ですね。これがこちらで、実用の中で、黒と赤と青っていうのを担当してるんですけど、まあ、黒が今言ったこのブラックラスターで、青を担当してるのがこちら、3776ですね、をブルーを入れてます。ブルー、インクはペリカンの、ロイヤルブルーを入れてます。これは、EF ではなく UEF です。で、赤部門を担当してるのはまたこれも、プラチナ3776の UEF、レッドですね。これも、ペリカンの赤のインクを入れてます。これは実用3本です。ということで、私が今、所有している、ま、コレクションっていうところになってしまう、万年筆たち、今これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あともう1本いました。こちら、これもお気に入り、デルタの万年筆ですね。これもブルーで非常に綺麗。これで計、10本。あと自分が所有できるのは2本までと。まあ、ここがもう自分の中ではもうほとんど固まってるようなものなんで、あと残り2本は、ゆっくり揃えていきたいな。もしくは、まあ、ここで打ち止めるかもしれないです。今現在私はここでちょっと満足してるところがあるので。まあ、ちょっとケースの話とまたずれてしまいそうなんで、久しぶりの万年筆ネタでちょっと楽しくて、話があっちこっち行っちゃってますけど、こんな感じですね。12本差しなのに対して今10本差してるっていう状態です。で、これをケースに戻すと、やっぱいいっすね。で、こういう風に見えることによって、横並びにこの綺麗なマネ室がこの収納でも楽しめるっていうところで、これがこの、マネ室ケースが私の中でベストになってます。やっぱ素晴らしいですね。実は前回のガレンレザーの、マネ室ケースで分かったんですけど、非常に品質が良くてですね、縫い目とかも本当に綺麗だし、顔の質も本当に良くてですね、お気に入りの、メーカーさんになっています。
はい、ということで、今回はこのガレンレザーの万年筆ケース、購入して、私のお気に入りの万年筆たちを収納してみました。非常に、質感も良くてですね、仕上げも本当に丁寧でお気に入りの、メーカーさんになってます、ガレンレザーということで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは制限でした。ありがとうございました。また。